見てなさい、ほら、くるりんぱよ、くるりんぱ。あら、いらっしゃい。今日ね、私お菓子を取るの。またお菓子とか言わないでいいじゃない、好きなの。いい、ほら見てごらん。言ってる間に一個すぐにゲットするわ。だいたいね、もうお菓子なんて買っちゃダメ。全部クレーンゲームで取っちゃうのがいいわよ。いい？賢いそこの主婦のあなたはね、全部クレーンゲームで取りなさい、お菓子は。見てなさい、ほら、次なんかもう2個取っちゃうんだから、私ほら、ギュって両方の爪。何よ、あるわよ、こういうことだって。ちょっと目測誤っただけ。それにあれよ、あんまり取りすぎるとかわいそうでしょ、お店が潰れちゃうじゃないの。私の優しさよ。わかる？優しさ。あんたもそういう優しさ身につけた方がいいわよ。さ、次はね、プッチョ行くわ、プッチョ。プッチョって子供好きよね。ほら、くるりん。何？プッチョ。プッチョって子供好きよね。ほら、くるりん。何？なぜそこで倒れるの？あなたもうちょっと手前でしょ。もういいわ。いいわ。まだプッチョもあるし、なんか、こう、高級感のあるお菓子もあるか。とりあえずこれを取っていこうかしら。いいわ。見てなさい。もう今度こそ取るわよ。もう、青いプッチョよ。ソーダ味。子供大好きじゃない？ね、このプチプチがね。ほら、なにあいつ。めちゃくちゃ強いじゃない。なんなのあの子の体幹は。鍛えすぎよ。家で腹筋ローラーみたいにやってんのかしらね。いいよ、もう一度ちょっとやってみるわ。こうやって角ね、角をくるって。あいつの体幹すごいわね。なんであれ、クランクランクランってなってもう踊るじゃない。ちょっと自信なくなってきたわ。何あれ、ソーダ味。ソーダ味は危険よ、みんな。取るとき気をつけなさい。あいつの体幹半端ないわ。もうだからといって、プッチョに負けるような私じゃないわよ。皆さん、ほら、いい感じに入ったじゃない？これは行くんじゃないの？ほら、皆さん。まあ、なかなかいい勝負だったわね。しっかり体幹鍛えてたわ。ソーダ味は。ゆっくり噛み噛みして食べてあげるわ。ちょっとイケメンの店員さんに補充してもらっちゃったわ。嬉しかった。でも違うのよ。またって言うかもしんないけどさ。私このプッチョミラクルが気になってしょうがないの。何？ミラクルよ。このプッチョミラクルなのよ。気になるじゃない。だからね、また食べてやろうと思って。一回目はね、なんか失敗したみたい。いいわ、このくらい。いいわ、取るわよ。次こそ取るわよ。ミラクル、いい？私の元へ来なさい。くわぁ、はい、どうなの、どうなの、ミラクルも強いわね。もうミラクルも何、体幹鍛える気、プッチョ、何、なんかだんだんあの顔がムカついてきたわ、私。あんなあんなボケボケして顔してんのかしら、プッチョ。もうちょっとピリッとした顔できない。でも、プッチョってあれよね。あの、中のちっちゃいプチプチが売りなのにさ、あいつだけ先に出てくるのよね。知ってる？食べたことある？なんか、あ、これなのね、みたいに。ちょっと待ちなさい、あれ。何あそこ。仲良くしてるじゃないの。青とミラクル。とんでもない奴らね。そうそう、ね、あれ食べたことある？中のプチプチが先に出てくるの。あれでいいのかしらってね、なんか、ユーハ味覚糖の人に一回聞いてみようと思ってるんだけど。いいわ、ほら、行くわよ。ああ、満足。かまこの沼。ちょっとあれよ、私帰ろうと思ったらさ、気になっちゃったわ。ジュジュチュよ、ジュジュチュ。これ、うまく言える人いるのかしら？ジュジュチュ回線でしょ。今、すごい人気らしいじゃないの。五条先生だったかしら。ねえ、なんかフィギュアにもなってたわよ。惜しい。何？ちょっといい感じじゃないの？これ、アームパワーは強いわね。ってことは、あれね、BC ね。いい、BC 知ってるわ、あなた。ね、ばあちゃんの乳首じゃないわ。いいのかしら、これ言って。いいわ。うん、バランスキャッチっていうやつらしいわ。上手に取るとね、なんかね、上手に取れるらしい。ん？うん、まあ、そうよね。何言ってるのかしら、私。ちょっとよくわかんない。とりあえず、BC 狙っていけばいいの。私は個人的にあの、トイドンさんの人が好きなんだけどね。いいわ、もう五条先生でいいわ。
見てなさい、これほら見てなさい、ほら見てなさいって2回叩けることあるでしょ。なんだあいつ、最後ちょっとパッて捨てるように話したらなんか気に入らないけど、まあいいわ。